ポキでーす。帰ってきました、ポキでーす。それではまたメイク落として綺麗に綺麗にメイクしていきたいと思います。本当需要ないので、1日2回はメイクするやつどこにいるんだって感じなので、需要なさすぎるので全然見なくて大丈夫意味わかんないんだけどね、見なくて大丈夫って。ほんとにつまんないから。今からマスカラリムーバーを塗っていきます。これを塗るとシートでスルーンってなります。こんにちは。今日はどんな髪型にしようかな。1,2,3,4,5。すごくない？じゃあ取れる。はい、スピンせっかくメイクしたのにね、スピンになりました。
サマーバッグが、サマーバッグが発送されたって特典はいつ分かるの？サマーソングセットリスト公演の特典はさ、当たりましたとかさ。みんな早くしてくれって思ってるってわけね。16日公演待ってます。16日金曜日か。シャンシャンシャン。お化粧し直すのめんどくさいでしょ。でもだってブサイクだったんだもん、適当にやりすぎて。ちょっと濃いめに本気でやっていきたいと思います。今回はいつも配信の時って適当にさ、まあ、15分から30分ぐらいでやるけど、まずは下地から、そうそうそう、ジルスチュアートイルミネイティングセラムプライマー UV 美容液化粧下地を塗ります。かわいいです。でもポーチに入れるとでかいので自宅用です。これは日焼け止めのね効果もあって、タイムリミットは2時間ぐらいめっちゃある。ポキちゃんって人見知りする？するよ、するんだけど、なんかあんまり人見知りっぽくないって言われる。こんにちは。いつもファンデーション塗らないくせに今日塗ってみようかな、時間があるから。
なんか公園とかさ、今学生はさ夏休みの期間じゃないですか。だからさ、こうもうちょっと、アイドルのライブだってっていう感じでさ、学生中高大なんかさ気軽に見に来れるようにしたらいいのにな。今だって言っちゃうわ、こんなこと言ったらさもうクソって思われるかもしれないけど、学生暇な時期なわけじゃないですか。自由な時期、勉強に追われてない時期、まあ課題があったとしても、ねえ前あったよね、中学生の頃、ゆうなが中学生の頃500円みたいな。自分が学生だったらそういうのあったら行く。ユウもさそういうの楽しんじゃうタイプだからさ、ポキルームで公演劇場のあり方について大ミーティング言葉知らんのかい。学生証あったらその場ですぐ公園入れるようだった。確かに。もっと新規というか、今まで来たことない方を NGT のファンに
昔あった学生枠とか女性枠を復活したら、あー確かに行きやすいかもね。周りから聞こえてくるコール、みんながすごいたくさん頑張ってくださってるコールは、私たちにとってあの頑張る糧だから。だけど初めて来る人はさ、うわっってなるんだよやっぱりと思うから、周りが女の子だけとか、周りがあんまり来たことない人でみたいなのってすごいと思うんだよ。私が次公園に行くのはいつだろうか。16日の次の公演。チケット代金赤石は値段上げてメンバーのお弁当グレードアップしよう。なんて優しいの。カラオケ配信いつかやる。いや全然やるよカラオケ配信。そうだよね、あのプリクラのところ、プリクラ機のところにさ、やっぱり学生はたまりますから。あ、分かった分かった、プリクラを2回取ったら、あ、そんなことできないな。難しいね運営って。あそこのプリクラの子たちをこっちに来てもらったらめちゃくちゃいいけどね。まあでも女の子はなかなか女性アイドルには行かないかな。どうなんだろう。でも興味本位で来てくれそうだけど。ポキちゃんが断層してさ、そう、なんで私が断層しなきゃいけないのさ、意味わかんないね。公演中のロビー開放で女の子たちと興味ありそうに見に来てるからもったいない。あ、そうなの、公演中のあの黒板とか。え、それは嬉しい。なんとかならないもんなのかね。来てほしい、ぜひ。そこのさ、それの1回でさ、え、かわいいってなってくれたらさ、ねえ、なってくれるのだろうか。なんか衣装を着てバッチリヘアメイクしてステージで歌って踊ってるって、それだけでなんかうわーって圧倒されたりするからなと私は思うけど、あれは私がアイドル好きだからなのでしょうか。
と SK4 って言ったら松井玲奈さんに似てる気がする。言われる。似てないよそんな。申し訳ねえ。前のめりって歌ったっけ？歌った。こんにちは。今年はサマステで会えないから公園行って会いに行かなくちゃ。そうだよ、パキちゃん今年だ残念だったから。フォローありがとう。こんにちは、サマステいないの寂しい。ありがとう、そう言ってくれて。今日も綺麗なポキさん、ありがとうございます。肌が綺麗。いや、そばかすがねすごいあるんですけど、今ねニキビがないから。割とねいい感じなんですけど、化粧映えするお顔なんかね薄いんだよね、もともとが。だからメイクで顔を濃くするとちょっといい感じになる。
パーツごとしっかりしてる気が。違うよ。ニキビ見えるかな。だからニキビないの今今ないの。なんか指がかゆい。やだやだやだ。かゆかか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 ゆかゆか。4300人まであと6人だって。誰か6人待ってるよ。6人6人。普通に考えてさ、4300ってすごくない？
希望として。ほらやっぱプチってできた赤い、ほら見てここ、かゆい小指かゆい。蚊じゃない。小指ってことは赤い糸アレルギー。よくわかってんじゃん。夢見てる心をつなぐ見えない赤い糸。おいどんどん顔が濃くなってきてるよ。濃くしてんの。私まださアイシャドウをさ最後まで使い切って新しい、それまた同じのをリピしたことってないのね。だいたいその今使ってるのがなくなる前に新しいやつが出て口コミ見てうわこれ欲しいってなってどん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 新しいものに新しいものにしていくんですけど、これはなんか最後まで使い切ってさらにもう一回買いそうな気がする。これ全部なんか穴が開いて、そう、あの消費期限もあるからさ、
こんにちは。すごい顔してマスカラを塗っております。すんごい顔、ブサイク。メイクしてる顔ってさ、ブサイクブサイクだよね。びっくりするんだけど。アンナちゃんお下がり使わない？私の？何？お洋服の話？メイク道具？お仕事戻ります。頑張ってね。貯金です。こんにちは、ありがとうございます。マスカラとか、ユウもさ、タバカンまつげやってみたい。やったことない。いい感じいい感じ。時間かけてるよ。1時間ぐらい配信してるから1時間ぐらいメイクしてるってことだよね。
こんにちは。ねえ、いい感じなんじゃない？あとは下まつげにも今日はマスカラ塗っていこうと思います。下まつげは慎重に。こんにちは。街行く人たちが振り向くいい女。え、そんななりたいけど、なったことないし、振り向かれたことないんだけど待って、おかしいな。香水何使ってますか？今日何使おうか迷ってんだよね。いろいろ使ってて。どういうのが知りたいですか？すごいいっぱいあるからさ。香水。香水が好きなんですよ。会う相手に変えた方、そんなことはしない。でもその時の気分、公演とか、今日はこれの気分だなとかはある。女性にプレゼントすると喜ばれる香水。誰にあげるの？彼女？彼女にあげるの？どうだろう。匂いってでも好き嫌いがあるから難しいんだけど、ディオールはね、みんな使ってる。あとシャネル、シャネルのチャンスってやつとか、あとね、私はその匂い買ってないんだけど、ジョー・マローンのジ
ティッシュ。ジョー・マローンのイングリッシュペア&フリージア。みずみずしい洋梨とふわりと優しい香り立ちが魅力のフリージアを合わせた品のいいフレグランスです。これね、めっちゃ人気です。公園用につける香水決まってなくて、もうそれも気分だから、今日は最近あんまつけてないな、これにしようしてみようかなとか、そういう感じで、めっちゃ適当にっていうか、その日の朝決める。もう一度言ってください。ジョー・マローンの一番人気って、でもジョー・マローンって調べたらね、一番人気だからね、一番上に出てくるし、あの店頭にもナンバーワンって確か書いてあるんですけど、イングリッシュペア&フリージア。シュシュにめっちゃ香水こすりつけて、やってるよ、やったんです。1回目の時めっちゃいい匂いだったでしょって。よし、シーコ、あとはプレゼントに渡してみます。もしかしてさ、本当に勘違いだったらあれだ、ごめんなさいなんだけど、ゆなこさん違うかな、ゆなこさんのバースデーイベントに行こうとしてて、それでプレゼント違うかな、マジで勘違いだったら申し訳ないんだけどさ、違った彼女か、違った、私の推理間違えました。色が濃い、さっき大人っぽい色の方が似合うとか言われちゃって、
いいかと。ちょっとでも乾燥しとりますわ。できました。迷うな、今日はどんな髪の毛にしようか。どうしたらいいと思う？みんな。おでこは出せません。ねえ、どうしよう。ここはどんな感じ？こんな感じ。鼻に入った。鼻に。臭くない。ストレートがいいかな。そう？じゃあストレートにしますか。やってみますか、ストレート。今日のモトンの匂いは何の匂いですか？フラワーガーデンの匂いです。ヘアオイル使いますよ。あのシャンプー、リンス、ヘアオイルの3点セットで私はこの髪の毛を作っております。割と質はいいって言われます。自慢の髪の毛です。こちら、ヘアオイル使うと全然質違うもん。
そう、市販のシャンプーではなくて美容室のシャンプーを買っているのでいい感じ。まあ何ヶ月かにトリートメントをしてもらいに美容室に行った方がいいのは分かってるんですけど、美容室のシャンプーちょっと高いよね。こういう感じですかね。ストレートです。美容室でシャンプーしてもらうたびに首痛める。あ、これがってこと？装飾品何もしないでいこうかな。このままいっちゃおうかしら。これをここいつも通り分けるか、このままパッツンで全部おでこを隠すか、どっちがいいと思う？露出が多い気がする。露出って何？腕しか出てないんですけど。8-2。7-3。
どうする、みんな。73にする。55はちょっと無理だな、難しい。じゃあこれで終します。キュアキュアに変身。なくなりかけじゃない、多分まだこれくらいあるよ。二の腕がプルプル、やめて。いつもあのお見送り前のありがとうみたいな時に、お腹とか お腹とか痛くなっても平気。これでいい感じなんでしょうか。いい女ですかね。ありがとうございます。メガネ、これこの服にメガネ合うのか。いい感じ。
ネックレスあるよ。これはコーチかな。これがあります。なんでみんなそんなさアクセサリーとかもさ指定してくるのよ。こんな感じです。もうちょっと短い方がいい？これぐらいがいい？長いかな。もうちょい短い方が可愛いね多分。できました。今日のテーマはコーディネートするのがめんどくさかったぞ。なんジーンズ合わせときゃなんとかなるでしょ。コーデなんかさごちゃごちゃしてるかな。これがコーチでこれがグッチそれはぐちゃぐちゃしすぎ。これいらない、これはいらないか。これママからもらったやつ。ママが20歳おめでとうってくれた。自分で買ってない。
私がいいものを買ってるわけじゃないんだよね。でこれはおばあちゃんからもらった、おばあちゃんが買ってきた。こんにちは。ちょっと待って、汚すぎる。なんかさっきかけた時白かったもん。なぬ白いじょってなった。新しいメガネ欲しい。コーディネートに合わせてさ、これまあ今までで一番似合ったメガネなんですけど。視力悪いですか？悪くないです。 0.7 ぐらい。可もなく不可もなくです。本日の香水はエイムのチャプター65にしたいと思います。ちょっとシュッシュしてきます。今日はいつぶりだ、いつぶりの友達だろうか。え、怖いんだけど、待って、いつ、今年は会ってないから、いや、その子との LINE 見た方が早いか。ずっとね、優がね、スケジュール決まり次第誘うねとかなんとか言ってね。嘘やん。
あーあああのね、一緒にご飯食べたのは高校生ぶり、高校生の時ぶりなんだけど、一回直接喋ってもないけど公園に見に来てくれたんだ。そうだ、友達二人で、いつ？2月とか2023年の2月。パーティーに見に来てくれた時以来ですね。会うっていうか、私の目にその子が入るのは高校ぶりだ。そんなにブリブリなんですよ。そうなんです。だからさ、超楽しみですね。お酒飲めるようになってから初ってこと。あ、そうかもそうかも、そうだわ。まあメールで書きますね、誰だったかは。久しぶりぶりだし話がモリモリだね。ということで完成しました。夜配信はおそらくないですので。なんでさっきから露出のこと言ってくるの？私たちの衣装の方が露出多いと思うんだけど、どう思う？みんな私たちの衣装の方が絶対露出多いと思うよ。上半身だけでしょ、だって下半身はジーパンだもん、ジーパンだもん。何歌う？そう、ダメージジーンズ私履かないからし、短パンも履かないんで。
カート履かない全然足見せたくないし私。なんでこういうなんかノースリーブとかジーパンにはまってるかというと、下がゆったりめで上がキュッてしてる方が私は似合うことに気づいて、そういうスタイルを追求しているわけなんですよ。足出したくない、筋肉質だし太いしやだ。私たちが付き合う可能性なんてゼロだと思った。いつの日からだろう、自分の人生の中で欠かせなくなった。なぜあなたが離れてくのに、いい人のままいようなんて、そんなのって卑怯でしょ。もっとちゃう
タッタラッタ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 。歌えない。でも何もない、わずかな段差でもあれば言い訳できたのに、いつも僕だけ一人、うまくいかないのはなぜ、背中丸めてうつむきながら答えを探そうか、ことなんてないだろう、景色を見ない人生は幸せなのかな、慎重に生きろなんて大人たちは言うけれど、行きたい方へ歩きたくなる、いけないことなのか、曲が大好きですよね。好きです。どこも好きなんだけどね。
どうしよう。あゆうこれ好き。長い夜は口を閉ざし、星も見えず月は雲に隠れてる。誰が聞いているのだろう、まるあの憂鬱な交響曲。今心は全てが空っぽ、ただ時間が過ぎてしまえばいい。君のいないこんな世界、想像よりももっと退屈だった。
終わりかな。青森に帰ろうか、二人セゾンのコンボ、あ、いいね、好きですよ。やめようかな。今日の夜配信はできないと思っていてください。延長って言われてる、嬉しい、そんなこと言ってもらって。ねえ、まだやめないで、やだやだ、ポキちゃんまだやめないでって、こと。また来てくださいっていう感じですかね。私マジで本当にこの後予定があるから延長できないな。二人セゾンも歌うし、あの今度見に来てください。なんか昨日さ、オロナミン C 飲んだらさ、オロナミン C の蓋のさ、蓋部分でさ、指っていうか皮がちょっとむけちゃって、でも痛くなかったの。だからマジで一番上の皮の部分だけスッといったみたいな感じ。では壇上読むよ。青春のうまいよね、歌おう今度。13位佐藤羽生さん、ありがとうございます。12位豊さん、ありがとうございます。11位オクタゴンさん、ありがとうございます。10位鍋としさん、ありがとうございます。9位カジュポンさん、ありがとうございます。
8位あかりちゃんさんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位市田さんありがとうございます。5位まこいもさんありがとうございます。4位ゆうたパパさんありがとうございます。3位健山さんありがとうございます。2位渡辺三郎さんありがとうございます。1位よったさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。また来てねみんな。ぜひルームのフォローもお待ちしております。夜の配信はありません。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。はいはいはい、バイバイ、ごきげんよう、おやすみ。これから疲れる人頑張って。